私たちは藤岡市食生活改善推進員です。今日は野菜の摂取量アップのための料理をご紹介します。野菜には体の調子を整える栄養素がいろいろ含まれています。ビタミンやミネラル、食物繊維などです。生活習慣病を予防し、健康な生活を維持するために必要なビタミン、ミネラルなどの栄養素を摂るために必要な野菜の量は1日 350g 以上です。野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。1日 350g というと多く感じられますが、加熱調理をすることで野菜のかさが減り、たくさんの量を食べることができます。現在日本人の1日あたりの平均野菜摂取量は 280g です。目標まであと 70g です。 70g の野菜というと野菜料理約1皿分、野菜料理は面倒で難しそうと思う方もいるかもしれませんが、無理に凝った料理をしなくてもいいので、意識してちょっとずつ野菜を増やすことで目標 350g を達成できます。藤岡市ではトマト、ネギ、ナスなどおいしい野菜がたくさん採れます。今日は冬に地元で採れる大根や里芋、ネギなどを使った料理をご紹介します。ぜひ作ってみてくださいね。一品目は具沢山里芋団子汁です。里芋には食物繊維のほかカリウムというミネラルが多く含まれています。カリウムには塩分を排出し高血圧を防いでくれる働きがあります。今日は面倒な里芋の皮むきを電子レンジを使って簡単にします。ひき肉と混ぜて団子にすることで美味しく栄養たっぷりの汁ができます。今回の汁1人分で約 100g の野菜が取れます。材料はこちらです。昆布と鰹節でだし汁を取っておきます。里芋は水で洗って土を落とし、皮付きのままレンジ500ワットで10分ほど蒸します。里芋の様子を見ながら加熱時間は調節してください。皮を剥いて潰します。里芋は冷めると潰しにくいので、冷めないうちに潰しましょう。青ネギはみじん切りにします。粗熱を取った里芋の中にひき肉とネギ、片栗粉を入れ混ぜます。汁の材料の野菜は食べやすい大きさに切ります。豆腐は1センチ角に切ります。だし汁6カップで野菜を煮ます。野菜に火が通ったら調味料で味をつけます。先ほどの汁の中に里芋のお団子を入れて10分ほど煮ます。団子に火が通ったら最後に豆腐を入れさっと煮たら完成です。ネギや柚子などを散らすと彩りよく美味しいのでおすすめです。
2品目は鶏肉のネギダレドレッシングがけです。ネギには体温を高めて血行を促進させる作用があると言われています。タンパク質豊富な鶏肉と一緒に食べて免疫力を高めましょう。今回のネギダレで約 25g の野菜が取れます。ネギはみじん切りにします。調味料を混ぜ合わせます。よく混ざったら冷蔵庫で味をなじませます。鶏肉に軽く塩、胡椒をし焼いていきます。焼き目がきつね色になったらひっくり返して裏面も焼いていきます。鶏肉を盛り付けネギダレをかけて完成です。ネギダレは魚などにかけても美味しいです。3品目はほうれん草ののりあえです。だし汁と海苔の風味を生かした薄味の和え物です。海苔を合わせることで海藻も摂取できます。今回はほうれん草を使いましたが、小松菜やもやしなど他の野菜にも合います。今回のほうれん草の海苔和えで約 75g の野菜が取れます。材料はこちらです。ほうれん草とえのきは3センチ程度の長さに切り、熱湯でさっと茹でて水気を切ります。水気を切ったほうれん草とえのきを醤油とだし汁で和えます。ここで半分量の海苔を入れ和えます。器に盛り付け、食べる前に残りの海苔をのせます。最後にのせることで海苔の香りが引き立ち美味しいです。いかがだったでしょうか。簡単なのでぜひ作ってみてください。